夢見の夜。このゲームはですね、なんかエンディングまで最短で1分、ただただ夢を見るだけのゲームらしいです。どんなゲームじゃいって思ったんですけどなんか結構夢の内容はランダムらしくて、もしかしたら怖い夢も見るかもしれないみたいな、ただただ夢を見るだけのゲームなんで特に目的もないらしく、まあ低確率でホラーゲームになるから、ホラーが苦手な人はご注意くださいって書いてあるんで、まあ僕もホラー苦手なんで、みんなも頑張ってみてください。やっていきましょう。はい。お、月がぐるぐる回っている。目玉にも見えるぞ、これが。え？あー、びっくりした。そのまま1分経つかなって一瞬思った。そんなわけないよね。マウス非対応。ああ、もうキーボードだけでやる感じね。OK です。まあ一応コントローラーとかでもできるよみたいな感じかな。めっちゃ月が回ってる。お母さん。夢、明日も早いんだからさっさと寝なさいね。おばあちゃんみたいになっちゃった。はい。結構年の差のある子供とお母さんの可能性もある。本当は夜更かししたいけど、明日も朝練があるからさっさと寝よう。あ、なんか部活に入ってんのかな。お、これがゆめちゃんかな。すごい髪型してるね。遊戯王もびっくりの髪型してるね。遊戯王の主人公って大体すごい髪型してるもんな。普通の勉強机。でも普段は後ろのテーブルで勉強してる。あ、そうなんだ。普通のパソコン。高校の入学祝いにお父さんは、いいなぁ。高校祝いにパソコンもらえるってなかなかいいお家じゃない？俺、高校祝いとかもらえなかったけどな。俺、そもそも誕生日プレゼントとかでさえ多分中学ぐらいでなくなったからね。普通のテーブル。勉強するときはいつもこっちでしてる。学校に提出する予定の書類が散らばってる。普通のテレビ。去年お父さんが職場からもらってきた中古品。本当は新品が良かったなんてさすがに言えない。最近買ったばかりのノートだ。何に使うかまだ決めてない。あ、そうなんだ。なんかめっちゃ普通に能力発揮しそうなノートだけどな。あ、ここにテレビね。確かになんか画面みたいなの見える。テレビの後ろ側が見えてんのか。ここは普通のキャビネット。今はもう使ってない。中学時代の教科書がしまってある。そろそろ処分しようかな。いや迷うよね。その昔の教科書とかってさ、捨てるにも捨てきれないよな。普通のゴミ箱。近所の100均で買った。まあでも俺は、なんか、これもあるあるだと思うけど、その昔の中学校、小学校、高校とかの教科書って絶対捨ててないんだけど、どこにあるかわかんないっていうね。普通の植木鉢。普通のものしかねえな、この家。小学校の頃に、何これ。矯正って買ってもらったもの。お、普通のデジタルノート。普段はこれで音楽を聴いたりしてる。なんだ、デジタルノートって。ええ、システムを変更する？ああ、はいはいはい。何 ?MGS って。ミーって何？ゼロになってるけど。ゼロなことある？ちょ、音量多少出しとこう。こんなもんでいいんじゃないか。戻り方がわかんなくなったみんな。みんな戻り方がわからん。これか？ああ、これで戻るんだ。珍しいね。もうすでに1分は悠々と超えそうになっている。音楽聴くか、ちょっとな。夢心地。ああ、オープニングの音楽。なんか普通にちょっと精神に問題きたしそうな BGM やめよう。こっちがいい。なんかどっちもどっちだ。やめよう。寝よう、ほんでも今日は。おやすみ。あ、外まだ見てなかったな。さあ、夢を見るのかしら？おー、めちゃめちゃホラーな夢な気がするんだが、なんか映ってる、このさーの中に。動かせない。何もできない。もうまさか、怖い夢見たね。で、今日もこのまま夜になる感じ？終わったーなるほど。これで1エンディングみたいな感じか。オッケー、今日も夢を見よう。実質これループものやね。夢。明日も早いんだからさっさと寝なさいね。俺は一体何回怒られるんだ、このゲームで。ここは？あ、見えるね。今日は満月みたい。へぇー。え、BGM つけてたらなんか見る夢が変わったりとかすんのかな？あ、こっちもある。本棚。お気に入りの漫画と小説で埋まってる。いいね。俺あんま漫画と小説買わないんだよな。学校の制服からオフの服まで全部入ってる。へえ。まあでも見るか。まあ何度でも夢なんて見れるからね。さあ今日見る夢は。お、お父さん。芋掘りに行くぞ。珍しい選択肢やな、お父さん。キャッチボールとかじゃないんだ。やったー！夢女の子かな。おお、めちゃめちゃ芋掘ってる。
芋だ芋だ、豊作だ。夢ってちょっと変なとこあるよ。え、なに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 、芋が泣いてる。お父さん、お母さん、この芋喋るよ。は、なんだこの夢は。意味わかんねえ夢見たな。夢って本当に意味わかんないよな。実際問題、俺も友達の背中が見えたから友達の背中をトントンって叩いておーいって言ったら、俺が背中からトントンって叩かれて、えって振り向いたらまた俺がいてみたいな、無限ループのわけわからんイザナミみたいな夢を見たことはあるよ。だから寝よう今日も。夢って本当になんか怖いけど意味わかん。もういいかい、もういいよ。隠れもしてんのかな。お、え、動かせる、動かせないか。さてどこにいるかな。うわ、動かせるぞ。怖え、私の写真だ。誰がこんなところに飾ったんだろう。こっちは出口だ。覚えてやないけどここから来たみたいだ。え、ちょっと待って待って待って、探してあげなきゃ。それはさすがに怖いな。なんか池田くん、誰、誰がこんなところに飾ったんだろう。こいつと隠れもしてんのかな。誰かの写真、黒いフードをかぶっていて顔がよく見えない。見つかってしまったか、残念だ。え、さすがに手抜きが過ぎたか。占いではここは来て、あ、こいつ探してたの。俺もまだまだか。え、もっと右に行けそうだと。あ、不思議な夢だったな。誰だったんだ。でも夢ってあるよね、こういう誰かもわからんやつと遊んでる夢見るよな。俺もよくあんのはさ、小学校の頃に仲良かった人たちと遊んでる夢、未だにちょこちょこ見るんよな。しかも当時の等身に戻ってんの、昔の自分の体の大きさとか。友達もそうなんだけどさ、もうちょい、ゆめちゃん、これもう ここまで来るのめんどくさいからさ、ずっと寝といてくれん。ゆめ、芋。もう言ってよお父さん。これちなみに何個ぐらい夢あるんだろうな、ちょっと調べてみるか後で。何個あるかわかんない、完全にランダムらしくて。も夢、これあれか、音楽かけながら聞いたらちょっと変わる可能性あるな。でも完全に運って言ってたから、え、増えてんだけど。あ、なるほど、夢の内容の中で聞く BGM が違うから、それによって。こんな BGM 聞いた覚えはないけど、まあまあ寝るか。これ聞きながら寝たらちょっと変わりそう。どんどん遠ざかって。夢、またお父さん。芋掘り好きすぎるやろこの家庭。どんな育ち方したんやお父さん。じゃあお父さん頼む、芋掘り以外の夢だったら俺もはや何でもいい。芋掘り以外に連れてってくれお父さん。何でもいい、マジで何でもいい。野球でもヒッチハイクでも全然、修行でも何でもいい、本当に何でもいい。マジで、なんかめっちゃ月を見てる。え、いや怖い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 。え進まないんだけど。あ、どこ。夢、俺と付き合ってくれ。う、嘘、うちのクラスで一番イケメンな池田くん、この子が私の横に飾られて。何この肖像画は。なんでオカメインコ、一番イケメンな池田桃太郎くん、池田メンタロウくんが私に告白。本当にイケメンと夢がアイアイがさしてるよ。ウキウキでゴキブリも走っとる。時計は何時か見えんな。すごいところにエアコンがある。そこにエアコンあると結構みんな生徒に直撃してて、右側の生徒から不満くるんちゃうか、こっち暑いよっつって。本当に私なんかでいいの。俺は夢じゃないと嫌だ。夢、お前が良ければ俺の彼女になってくれないか。そんな、私こそ喜んで。はっ、最悪なところで目覚めたの。なんだよ。夢か。この池田メンタロウくんは何、本当にいる現実に、それとも本当に夢の中に出てくるだけの人物、どっちなんだろう。夢の中でさ、現実でもしいるんだったら、高校行った時夢の中でさ、メンタロウ出てきてさ、告られちゃったよキャハハとか言ったら、俺実は本当にみたいなパターンもあるから、芋掘りだけやめてくれ。お、来た、もうこれも見たけど、この夢ちょっと待って、まだ右側に俺行ってねえからな。行けるぞこれ、チャンスだ。メンタロウ、これ池田くんだ、こいつね、告白してきたの。誰がこんなとこに飾ったんだろう。あれか、自分が好きだから結構この夢。こっちは、え、めっちゃ広くね。え、上まで行けるぞ。おい、
あんな手前で終わらせよかったくな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 、えぇ、ー、す、えぇ、ー、な、なにね、待って、行くとこまで行ってみよう、一回。俺の足が止まんなくなっちまった。広くねー、石像がある。畳の上に直置きとか痛まないのかな。掛け軸、待って、このゲーム、めちゃめちゃ作り込まれてない。昔の映像作品でしか見たことがないな。親友と書かれてる。きっと授業や宿題で書かされたものだろうな。なかなか親友って自分で望んで書かんよな、多分。仏壇だ。うちは無宗教だからあんまり興味はないかな。関係はないかな。古い感じの棚だ。昔の映像作品でしか見たことがないな。なんか怖いお面かぶってるね。能面だ。レンガの壁に能面はミスマッチだな。なんか壁にめっちゃワンワンワン。見つかっちゃった。意味がわからん。じゃ、意味がわからん。こういうゲームさ、何それ意味がわかんねえ。どういうことなんだってさ、考察がはかどるもんだけど、このゲームに関しては夢だから意味がわからんで全部終わりなんよ。不思議な夢だったな。壁に話しかけたら犬でした。ほぼ小梅太夫やん。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんかちゃんちゃん。ちゃんちゃ。そろそろ別の夢が見たいよ、ゆめちゃん。なんか鬱憤でも溜まってんのかな。何回も何回も告白されてんだけど。あ、犬だ。ワンワンワン。お前を見つけたよな、さっきな。わー、久々のお客さんだ。ねえねえ、お姉さんはどこから来たの。は、は、あー、お客さんは喋る権利がないんだった。ごめんね、僕から聞いたのに。元の世界に帰りたいの。仕方ない。もう中学生みたいになってきた。退屈だから遊んでほしかったけど、特別に返してあげるよ。本当に帰ってきた。変な夢を見たような。本当に返してあげブシャッみたいな感じの展開ではないんだね。本当は夜更かししたいけど、明日も朝練あるからさっさと寝よ。またこれかい。なんか違う、なんか違う。なに、どうなるの。頭おかしくなりそう、このゲーム。毎回こんな夢。一緒やないかい。さて、今日はどんな夢を見る。お、なにこれ。ほう、ロストガールのお出ましか。ロストガール、占い師だ。あ、こいつとも喋ってたな。はい。あんたのようなロストガールは俺が未来を照らしてやるか。は？理解力もロスト中か。要するに占ってやるよ。占い？私今お金持ってないんですけど。金には興味ないのでね、そこは気にする必要ない。では占おうか。最高だな。点数をつけるならば、おお、夢でも気持ちいいね。それはラッキーアイテム万年筆。今日は奇跡的な出来事が続くだろう。何があるかはその時になってからのお楽しみだな。はっ、万年筆あるかな。ワクワクすっぞ。ほら、ちょっと探してみるか。万年筆多分あるんじゃね、これ部屋のどっかに万年筆。今日も俺は夢を見ます。おやすみなさい。なかったんでね。逃げろ。やべ、めっちゃホラー来たかも。逃げないと。どっち。あ、死んじゃったってこと。教室の机の上に花が。え？また救えなかったね。これで何人目だろうな。でも、子猫ちゃんは助けてあげたいね。同じく。
ボロボロだった俺たちをきれいにしてくれた恩があるしな。じゃあ、助けてあげちゃおうか。そうだな。この力では、この力は無限ではないだろうが、救済のために使いたい。子猫ちゃん？わ、え？え？俺のこと言ってる？子猫ちゃんって。ゲームの向こう側の君。夢！明日も早いんだから早く寝なさいね。はーい。なんか全然違う展開になった。どういうこと？え？なんかループしてない？え？子猫ちゃん？え、待って、わかんない。マジで、じゃ、待って、わかんなくなってきた。これちゃんと物語があんのか？俺本当にただただ意味わからない夢を見てるんだと思ってたんだけど、夢じゃない？え、なんだこれ。寝ます。夢の続き見れる？見れん、夢の続きは。あー、でもこれ、さて、どこにいるかな。あ、この辺見ていい？誰かの写真。ひどく汚れてしまっていて顔がわからなくなってる。誰かの写真。ひどく汚れてしまって、あ、これ犬だ。誰かの写真。犬ような格好をして顔がよく見えない。普通の本棚、しまってある本もいたって普通の本。衣装がこっちも。これなんで通気口があるの？ここ排水口か。穴が小さいからお金落としたら回収無理だろうな。これは普通のソファー。テレビを見るようと言わんばかりにここに背を向けている。近くね、テレビ。首くにゃーなるけど、そんな角度やと。何これ。大きな絵が飾られてる。地獄というタイトル。うわ、嫌だな。まあ嫌そうな見た目してるよね。こっちは、大きな石碑だ。こういうのは歴史ある観光地でしか見たことがないな。うん。見つかってしまったか。残念だ。あれ、見つけちゃった。お、ロストガールは、こういうのが好きなのか。このムチみたいなやつ。俺は趣味じゃないな。じゃあここの夢の世界の一番上まで行ってみたいな。どうにかして。でもめっちゃ血引きずってたのがちょっと行くの怖いけど、まあ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 。おー、さっきさ、このエンディングに行かなかったの何だったん？わからん。ゆめちゃん、頑張って夢見よう。さっきの続きか、もしくはかくれんぼの夢もう一回見よう。死んでも芋の夢だけは見るな。絶対ダメだからね、芋だけは避けてくれ。夢、なんでやれ。マジでみんなこれ本当に信じて。今の俺編集とかでうまくつなぎ合わせたとかじゃなくて、マジで俺は夢を見る、芋の夢を絶対に見るなって言ったら本当に今芋の夢見たから、これ信じて。マジで編集でとかじゃない。今あまりにもつながりが綺麗すぎたから俺疑われても今しゃあないなと思うけど、マジで編集じゃないから。本当に起きた出来事から。だからさ、でも夢だからな、これ。なんか夢のゲームだから、なんか信用してもらえない気する。夢じゃないの今の。本当なの。本当に起こった出来事だから、みんな信じて。お前もう一回夢は引く。お前絶対芋引くなよ。絶対芋引くなよ。よし。でこれまたロストガールのやつか。よしじゃないね。さっきも見たんやこの夢は。占おうか。占い結果変わんないよね別にね。いい方だな。点数をつけるならば。あれ変わった。お、90点ってところか。変わってる。ラッキーアイテムを教えてやるか。金木犀の香水。いや持ってなさそうだな。学校でイレギュラーなイベントが起こりそうだな。楽しみにしておくといい。何があるんだってばよ。ワクワクしたり、ゴミにバイオつけたり。バイオじゃなくてだってばよか。ナルトのゴミが俺バイオだと思ってる人間になっちゃう。違うからね。みんな聞いてくれ。夢の、今ちょっと調べたんだけど、このゲーム夢の内容はまあ基本ランダムで変化するので、夢の種類、差分を含むセリフやイベントのパターン、全部で130通り以上。終わらんわい。終わらんけど、あの血の引きずられた先はちょっと見てみたいから、もっと寝る。もっと夢見る。俺は頑張って。また芋か。これほんまにランダムか。お父さん確実に、お父さん芋率上げてきてるよね。
絶対芋だけ、またお前か。あ、でもこれ待って、差分があるって言ってたから、これ本当に付き合うまで行くパターンもあるかもしんねえ。本当に私なんかでいいの？夢じゃないと嫌だ。夢しか考えられないみたいな、彼女になってくれないかみたいな、そんな私こそ喜んでみたいな感じだったよね。うん、変わらんやないかい。今日こそは頼む、行かしてくれ、かくれんぼ。またお前か。あ、でもあれ、おやおや、迷える子猫ちゃんの登場だ。はい、君のような迷子の子猫ちゃんは私が未来を照らしてあげよう。はあ、察しが悪いようだね。つまり占ってあげるよ。占い？私お金持ってないんですけど。お金なんていらないさ。なんか子猫ちゃんだけは助けようみたいな話してたよね。あ、やっぱ違うよなこれ。ではカードを見せるよ。この中から直感で選んでくれたまえ。直感で？炎がいい俺。炎の選んだ君の運勢こ大して全パート大して変わらないでしょ。だから俺は芋の夢ばっか見るんやろな。もしかすると声だめに片足を突っ込んでしまう。芋の山に頭を突っ込んでます。ラッキーアイテムは大きな筆、筆。うまく扱うために筋トレもかが、あ、そんなにでかい筆なんだ。はっ、私に何をさせる気なん。なんやこのゲーム。マジで芋以外だったら何でもいいんだけど。ゆめちゃん、ゆめちゃんというかもうお父さん、あの芋掘り以外に連れて行ってくれれば俺何でも、何でもいい、マジで何でもいい。また君か、よく占われるね。あ、じゃあ別のやつ選んでみようか。え、でも俺最初はね星だったんだよな。 65%、 お、いいね。炎、最初ぶっちゃけ星見えて、その後炎が目に入って、あ、炎のがいいで、俺 5% だったのよ。直感、本当の直感で言うと 65%、 何とも言えない感じ。微妙すぎるな。もしかすると犬のうんちを踏んでしまうなんてことも。ラッキーアイテムはダンゴムシ。小さい袋に入るだけ詰めて歩こう。はっ、絶対嫌だよ。警察に捕まるぞワンちゃん。それ一体いつまで見るんだよ俺はこの夢を。おやすみ。先輩主張が激しい。そろそろ本当に付き合えるエンドがいい俺。ってかなんかもう振れ、もはや振ってやれ。じゃあ最後、もうこれも最後の夢にしよう。これもうこれ以上俺夢見る気ないからさ、かくれんぼの夢見させてくんない？これ最後でいい、もう本当に最後。芋以外だったら別に。もうお前マジで主張激しい。もうなんか夢見んの怖くなってきた最近。夢をもはや見ないという夢でいい。真っ暗な夢でいいよこのまま。これもう5連発ぐらい聞いてる俺今。今もう俺なんか意味わかんなかった。あの意味わからない七色に光る夢を見たせいで、なんかカービィの無敵になった時の BGM 口ずさみながら夢見たら芋掘りに行ってた。何言ってんの俺。もう今俺が喋った内容がほぼ夢みたいな内容だったんだけど、何を言ってんのかわかんなかった自分でも。あ、なんか知らない夢来た。次の方どうぞここへ。そちらへ。鬼です。え、ゆめちゃんの本名なんて読むのこれ。まどろみ、まどろみ、まどろみゆめ。お前の生前の行いを見てやろう。え、死んどるゆめちゃん。お前は番犬キャラクターを使用したスタンプを制作し、よじゃ半犬使っちゃったの。やらかしてんね、ゆめちゃん。販売したな。え、私はそんなことは。何、ミッキーとか使っちゃった？著作権切れる前のミッキー使っちゃった？地獄だ。え、ちょ、怖かった。ちゃんと怖いという発言をしたの初なんだけど。今までの夢怖くなかったの逆にすごいね。俺まあまあ怖かったよずっと。お、来た！もういいかーい！もういいよー！
よし、ちょ、一番上まで行ってみるか。頑張ってな。どこにいるかな。うん、この辺にはいないだろうな。で、この辺のさ、周辺調べちゃったらたまになんか、かくれんぼしてる子を見つけちゃうから、もう全部フル無視して上まで行く。こことかめっちゃ気になる。これすっげえ見たいけど、これも無視して上まで行っちゃう。あの法人触れたらなんか、待って、法人、え、これ、待って、これ触れていい？ここには隠れとらんだろ。なんか新しいイベントが起きる可能性ある。そもそもね、触れます。お、床に魔法陣のようなものが描かれてる。まさか本物じゃないよね。あ、よかった、こんだけか。よしよしよし。じゃあ上まで行くか。え、でも上に行くのはもっと怖いが、この先だっけ？ここ。ちょっと怖い。でもちょっと画面から顔離すわ。行くよ。トイレがある。え、まだまだ続くの？どこまで行くのこれ？何これ？終わりだ。え？なんじゃこりゃ。めっちゃ豪勢な家だ。あの、お姫様とかが寝るベッド。と、バカでかいケイ、インコだ。オカメインコ好きすぎない？作者さん。これもインコや。全部インコやん。ほんでトイレ。これは？違う。大きな絵が飾られてる。あ、こっちは天国なんだ。下に地獄があったよね。公衆電話だ。利用したことはまだない。もう今のことか、公衆電話の使い方わかんねえんじゃねえの？小便器だ。仮に私が男でもこんな開放的だと利用したくないな。男はね、開放的だったら開放的だからこそ、ちょっと。男はね、開放的であれば開放的であるほどやりがいを感じるよ。小便。学校の机になぜかラーメンが置いてある。新手の嫌がらせだろうか。これインコちゃん。大きな絵が飾られてる。タイトルは、なんて読むんだこれ。なんちゃら世の会だそうだ。陰よ、隠れたよ。棚。普通じゃない本棚。倒れてきたらお堕落だろうな。あ、インコちゃんだ。巨大な写真だろうか。写真なんだ。白いカップに鳥が入ってる。え、何もないのこれ。普通じゃないベッドだ。金持ちの家に生まれない限り大抵の人間は無縁だろうな。怪我は私とは無縁。え、あれ、意外と何もなかった。あら、あ、そ、本当、ここ絶対なんかあるだろうって思ったのに。こんなさ、だってさ、普通のベンチ座って休憩してる場合じゃない。今は隠れてる人を探さないと。これは文字が書かれてる。こういうのって博物館でしか見たことないよ。え、マジで隠れてる人探すだけ。これちょ、なんか見てないものじゃあ見るか。ここの壁見たらワンワンワンだったよね。これはお地蔵さん。ここに来るまで変なものをたくさん見たから、今更驚くことにもないかな。あー、やべえ、ワンちゃんいたわー。見つけちゃったー。残念だなー。犬はいろんなとこに隠れてんだなー。はあ、不思議な夢だったな。はい、ということで、まあ人間いろんな夢を見るよね。で、なんか俺も今自分でやってたけど、割とマジで夢ってこんな感じよな。どんだけ変な夢見てもさ、5分ぐらい、起きてから5分ぐらい経ったらもうすぐ忘れちゃうしね。まあ、あんな感じの夢を俺も多分おそらく今までずっと見てきたことはあるんだろうけど、まあ覚えてない。死ぬような夢もたくさん見るし、怖い夢もたくさん見るし、それこそね、告白されるみたいなそのハッピーな夢だって見たことあるけど、まあ夢というものは儚いもので、結局忘れてしまうということで、あんだけイケメンから告白されたけど、一つも覚えてないんやろな、ゆめちゃんは。でも多分芋掘り行ったことだけは覚えとる。